傷つける人より傷つけられる人に。優しい人はそれだけで幸せだって僕にそう教えてくれた。笑える。傷つける人より傷つけられる人に。本気でそう思って生きてるの？なぜ泣くの？なぜ叫ぶの？傷つけるより傷つけられる方を選ぶんでしょ？グルが世界を歪めている。本当にそうなのか。グルにだって感情はあるんだ。貴様らはなぜ存在している。やっぱりそれしかないのか。だったら今だけは僕の中のあなたを受け入れます。リゼさん、この場所を奪う奴は容赦しない。私を受け入れるということ。私にはすごくお腹が空いてる。